色彩調和論とは心理学的な感覚である色彩調和の仕組みを科学的に体系づけようとする色彩研究の分野の一つ。古代ギリシアでは美は調和であり、調和は秩序である、美は変化の中に統一を表現することであるという考えが存在しており、西洋における美学の古典的な考え方となっていた。古くはレオナルド・ダヴィンチや アルブレヒト・デューラーによる色彩調和の記述もあり、ダヴィンチの文章を集めた海画論の中には、白、黄、緑、青、赤、黒を6つの単色と、定め、白と黒、赤と緑、木と青は互いを引き立てると書かれている。1666年にアイザック・ニュートンがスペクトルを発見し、著書、 光学で光を7色の成分に分けて発表すると、色彩が科学的に捉えられるようになり、表色系に基づいた色彩調和に関する議論が盛んに行われるようになる。一方で、ヨハンボルフガング・フォンゲーテは、科学的な色の分析を批判し、著書、色彩論の中で色を、あくまで心理学的な要素だとした。19世紀後半には、 本格的な研究が行われるようになり、ミシェル・ウジェーヌ・シュブルールをはじめ様々な色彩調和論が誕生した。1955年には、物理学者のディン・ビージャットが著書4つの色彩調和論の中で、色彩調和論は学問として不十分な部分があるとした上で、以下の4つの要素に集約した。これらはジャットの4原理などとも呼ばれる。 トライアドの例トライアド配色のルーマニア国旗ザットは色立体において例えば直線上で等間隔な色の組み合わせは等間隔でない色の組み合わせよりも秩序のある選択で色彩調和の共感を得やすいことが期待されるとしたつまり色空間の中で一定の規則による色の組み合わせは調和するという考え方である一定の規則とは直線三角形 円などの幾何学模様を描く関係性を意味する。科学者のビルヘルム・オストワルトは著書、色彩の調和の中で独自のオストワルト標色系を用いた規則性をもとにした調和法則を述べている。理論は細かく6つに分けられるが、いろいろ立体上で同じ白黒混合比の色や規則的な位置関係の色は調和すると説いた。画家で、 絵画教師でもあったヨハネス一点は独自の色体系を構築しており、晩年には色彩調和論を著書、色彩の芸術にまとめた。一点は絵の具の三原色の混色による十二色の色相感を独自に作成し、中心軸に無彩色を置いた球体の色立体を用いた。色相感あるいは色立体上で以下の関係性にある色は調和すると説いている。 ナチュラルハーモニーの三井住友銀行のロゴジャットは、自然な色の連鎖を求めるなら、例えば赤や大々であれば、夕暮れの景色など自然界の色連鎖を参考にすれば、間違いはないとした。つまり見慣れた配色、特に自然界に存在する配色は調和するという考え方である。徐々に変化するという特徴も含まれることから、グラデーションも含むと考えられる。 自然科学者のオグデンルードは著書現代色彩学の中で自然界の配色をもとにした配色理論を発表した自然界では同じ色でも日向では黄身を帯び日陰では青紫身を帯びて近くされこれらの自然な色の連続が認知できる状態が調和しているだとしたこのように木に近い色を明るく青紫に近い色を暗くする自然界に近い配色を ナチュラルハーモニーと呼ぶ。寒色と暖色ジャットは、もし二つの塗料の色が不調和であれば、それぞれを別の同じ塗料と混ぜることで共通性が生まれ、不調和には見えなくなるとした。つまり似た要素を持つ配色は調和するという考え方である。調和には、ある程度の共通性が必要という考えで、最も基本的な色彩調和の理論だと言える。 科学者のミシェル・ジェーヌ・シュブルールは、著書、色彩の同時対比の法則とこの法則に基づく配色についての中で、ゴブラン・オリ製作所で発見した色彩調和に関する法則を発表した。その調和論は、類似の調和と対比の調和の二つに大きく分けられ、さらに以下の六つに細かく分けられる。夫婦で、色彩学者のムーンとスペンサーは1944年に、 アメリカ工学会から発表された三部構成の論文で、それ以前に発表された調和論を研究してまとめた。特に、シュブルールの考え方を踏襲し、数値化したものとして知られている。二色配色においては、マンセル表色系の色相を基準とし、色相差例を、同等の調和、色相差7から12を、類似の調和、色応二28から50を、 対比の調和と三つの調和領域を設定しており、それ以外は曖昧な領域とした。三色以上の場合は、幾何学模様を構成することが調和の条件としている。調和の計算式化を試みたが、実用化は困難だとされた。その他に、芸術家のロバートドアは色を、黄みがかった色と青みがかった色、作家のファーバー・ビレンは、暖色と寒色にそれぞれ分け、 それぞれのグループ内の色は調和すると説いた。この考え方は共にパーソナルカラーの考え方として引き継がれている。明瞭性のあるトリコロール配色のフランス国旗ジャットはほとんど同一の色相で作られたデザインは調和を損なうことはないが違いが知覚できるだけ異なると調和は大いに破壊されるとした。つまり違いが大きい色の組み合わせは調和するという考え方である。 曖昧な類似よりも、明白な対比の方が調和を生む考えられる。前述した、シュブルールや、ムーンとスペンサーの色彩調和論では類似性とともに、対比性についても研究している。ABCDE、カラーハーモニー。色応え、2021年7月14日閲覧。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY 巻き。 キワムチョ、カラーデザインのための色彩学、ハット ABCDEFGHIJKLMNOPQ、色彩調和論。日本食券事業。2021年7月14日閲覧。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY、色彩調和論とはわかりやすく5分で解説。何かの知識。 2021年7月14日閲覧。ABCD 色彩理論色彩調和。配色技法。何様。2021年7月14日閲覧。ABCDE ジャットの考え方。色彩調和論。カラーパレット。2021年7月14日閲覧。ABCDEFGH 配色の調和。東洋インク。 2021年7月14日閲覧。シュブルールの考え方。色彩調和論。カラーパレット。2021年7月14日閲覧。ありがとうございます。